どうもこんにちは、元杉です。今回は久々におすすめのファッション本をご紹介したいと思います。でその本がこちらになるんですけども、チープシック、お金をかけないでシックに着こなす法というものなんですけれども、これは1977年に発行された本 で著者は外国の方なんですけれども、その後に日本人の方が和訳して、で日本でも発売されている本になります。でこのチープシックっていう言葉、今はあんまり聞かないというか、洋服業界の人とか、あとはかなりファッションに敏感な方であれば一度は聞いたことある言葉だと思うんですけれども、で僕がですね、以前アパレルショップで働いている時にもチープシックっていう言葉を耳にしたことがあって、というか、まあ、雑誌でもたまに取り上げられるんですけれども、でチープシックって何なのかっていうのをその職場の先輩に聞いてみたら、例えばこう何万円もするような高級なツイードジャケットを着るんだけど、パンツはちょっとこう安いというか、そやというか、わざとこうペインターパンツとかワークパンツ、あとはこう軍の放出品のミリタリーパンツみたいなのを合わせる格好のことをチープシックっていう風に言うんだよ、みたいなことを言われたんですけれども、ただそれはあくまでもその着こなしとしてはチープシックで間違いないんですけれども、この本が言ってる元々のチープシックっていうのは、その着こなし云々というよりは哲学的なこう話になってまして、でこの本もちろんその着こなしとかおすすめのブランドとかっていうのもすごく書いてあるんですけれども、何分40年以上前の本っていうのもあるので、その言ってることもすごい古いですし、着こなしも今見たらなんじゃそりゃっていうものもたくさんあります。ただあくまでもこの本がその当時言いたかったことっていうのは、ファッションに対する哲学的な話、まあ何年か前に流行った、一瞬だけ流行ったノームコアにも近いような概念になるんですけれども、7ページ8ページ9ページにの3ページにわたって、初めにっていう言葉から始まる文章があるんですけれども、僕がファッションで言いたいことがその3ページに全て詰まってます。まずその3ページを全て読んで、で本を一通り全部読んだら、もう一回最初に戻ってその初めにの7ページ8ページ9ページの3ページを読むと、本当にこの本の何が言いたいのかっていうのがよくわかります。で簡単に説明しますと、初めにに書かれていることが、まずこの本はあなたがあなた自身で、そう、自分自身で自分自身のために、その自分に合ったファッション着こなしっていうのを、まあ、探すための提案の本ですみたいな冒頭があるんですよね。でこれはまあ70年代のに出た本なんですけども、その当時からすでにその大量生産っていうのはもう世界的にも始まってまして、でもうそれ、例えばファッションメーカーとかファッション雑誌がこう提案する、こう言いなりになる、そういったところの発信する言いなりのこう着こなしファッションもやめましょうよって、自分のことは自分が一番分かっているんだから、その自分に合ったその着こなしというか、こう買う服全般そうなんですけれども、そういったのを見つけましょうよっていう、まあ、あくまでこの本が言ってることなんですけれども、例えばその辺のデパートとか、まあ、量販店ですよね、そういったところで大量生産された、もう本当必要のないもうような服を大量にあなたの、ね、そのクローゼットとかにはもう敷き詰められてますって、もうそういうのやめましょうっていう、それよりは本当に自分の気に入ったあの良質なものを数枚でもいいから、それを持って、でそれを着こなして、ライフスタイルを何ですか、充実させていきましょうみたいな、まあ、そういう、まあ、哲学的なというか概念的な話になるんですけれども、この本の中で例えば有名なファッションデザイナーさんが出てきたりとか、あとはちょっとおしゃれな大学生の女の子が出てきたりとか、まあ、10人以上はいるのかな、そういうのもちょいちょい挟んできてまして、その人たちが
まあ、一貫してというかこう通ずる部分があって、もちろんみんなやってるファッションバラバラなんですよ。やってるファッションバラバラなんですけれども、こう基本的にはもう自分のライフスタイルっていうものが確立されてて、なのでその流行とかお店で今流行ってるものでファッション雑誌が推してるものって一切この人たちは気にしてないんですよ。あくまでも自分のライフスタイルに合ったものを買う、何でもかんでもポンポン買うんじゃなくって、基本的には気回しの利く無地の良質なものを買うとか、洋服は安いもので済ませるんだけど、例えばブーツとか小物とかはお金をかけていいものを大事にずっと使うっていう、そういう着こなし、まあもちろんあの写真とかも載ってるんで、特に女の方とかの腕とかそういうとこ見ても小物使い、ベルトとかもそうなんですけれども、すごく小物使いがうまいなっていう写真もいっぱいあります。ただ重ねて言うんですけれども、あくまでも40年以上のもの前のものなので、着こなしとか提案とか言ってることっていうのはまあ本当に古いですよ。で当たり前のようにファッション用語とか、あとは昔のブランドのことをポン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 当たり前のように語るようなこう文章が何個もあるんで、まあ、今はスマートフォンでわからないところがあったらすぐ調べれるんで、わからなかったらそれを見ながら読んでほしいんですけれども、なのでもうファッション中級者とか上級者とかそういうこう分け方はあんま良くないと思うんですけれども、わりかしファッションに詳しい方じゃないと説明がないと分からない部分っていうのは正直いっぱいあると思います。で、僕はまあかろうじてというかまあ普通に分かるんですけれども、言ってることは全部。ただそうですね、まあブルックスブラザーズとか、そのリーバイスっていうブランドをもう誰もが知ってるような、まあ、知らない人も中には言うかもしれないんですけれども、まあ、そういうブランドの名前から、あとはもうその例えばギャバジンとかそのラベルとかそういう洋服の生地だったりとか、その V というかそういう名称の言葉もポンポンポンも当たり前のように出てくるので、そういったのはもう分からなかったら、まあ、調べながら読んでほしいんですけれども、まあ、とにかくこの本が言いたいことっていうのは本当に最初の7、8、9ページにその哲学的なことなんですよね。自分のライフスタイルに合ったもので、そのインタビューされてる何人ものその大学生とかファッションデザイナーでもいいんですけれども、みんなが言ってるのは服にお金と時間をかけるのはもったいないっていうような言い方をするんですよ、結構いろんな方が。で、その矛盾してる部分はあるんですよ。そのファッションの本なんだけど、そのね、その洋服とかそういったのにお金とか時間かけるのもったいないっていうのはちょっと矛盾してるんですけれども、結局何が言いたいかっていうと、ファッション、洋服っていうのはあくまでもライフスタイルの一部なので、まず一番大事なのは自分がやりたいことでも、あとはまずその健康ですよね。自分の体、もうすっぱだかになって毎日全身かがめて自分の体を見た時に、お腹は出てないかとか肌は荒れてないかとか、そういうのを見て、でそこをまず直して健康的に、でそこから洋服を着たりとかしてっていうので、あくまで洋服っていうのはその自分のライフスタイルの中の一部であるんで、そこにわざわざ大量のお金と大量の時間を使うのはもったいない。なんでもさっさと自分が気に入ったものを着たら、あとはそのことは忘れても、自分のその例えば仕事をするでもいいですし、スポーツするでもいいですし、遊びに行くでもいいんですけども、そういったライフスタイルを充実させるための一部なので、まあ、そういった意味でその洋服にはお金とか時間をかけないみたいなことを言ってる方が結構多いんですよね。これもあくまでも哲学的なことなので、まああれなんですけれども、そうなので、このチープシックっていう本はそのもう40年以上前の本なんですけど、本当に今のそのファッションは歴史は繰り返すじゃないですけれども、今のファッション業界でもまさに言えることであって、この本に書かれてるのでよくあるのはその古着をよく使うんですよ。で、なぜ古着を使うのかっていうのが、その例えばその辺の、まあ、量販店とかデパートとかでどこにでも売ってるようなデザインの安いもの、大量生産のもの
まあ、今の時代は昔に比べれば大量生産のものでもかなり品質は良くなってますよ、当然ながら。なので全く否定するわけではないんですけれども、そうで、そういったその大量生産のものを、例えば1000円のシャツがあったら、それをデパートとかで買うよりは古着屋さんに行って1000円のその軍の放出品のシャツとかパンツとかを買った方が、古着なんで当然値段は1000円なんですけれども、例えばミリタリーものってただ作って着るんじゃなくて、本当にその命のやり取りをする現場で使うものなので、当然こう何ですか、まあ、見るスペックというか、軍の基準があるんですよ。最低ここの基準をクリアしないといけない。その生地、使う生地もそうだし、縫製技術もそうだし、すぐダメになったらまずいじゃないですか。なのでしっかりしたものが基本的に売られて、しっかりしたもので作られてるんですよ。でも基本的に元々売り物じゃない、ただの、その値段がつかない放出品なので、ものすごい安い値段で売られてるんですよ。ただ品質はその辺のデパートで何枚もするようなものと大差ないような品質の生地を使ってたり縫製をしてるんですよね。だからそういったものをその辺の量販店で済ませるんじゃなくて、探し当てて自分のサイズに合ったものを探し当てて、でサイズが合わなければ直し屋さんでちゃんと直してで着るみたいな、その提案っていうのもすごく多く書かれてるんですよね。なのでその僕が最初にその上司に教わった高級なツイードジャケットに安価なパンツを合わせるっていうのも、まあそういうところから来てるのかなっていう。ただその安価なパンツだからいいってわけじゃなくて、その辺の安いものを買うよりは、そういった古いものでも実際は値段以上のクオリティのものを合わせる、それが結局新品の高いツイードジャケットと安いパンツっていうことになると思うんですけれども、でまあそういう、なんて言うんですか、まあ、時代は違うんですけれども、今でもできるようなそのファッションの仕方っていうのもいろいろ書かれてるので、すごく楽しめる本になってます。お値段は税抜きで2200円になってます。で一応 URL 貼り付けておくので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで今回はおすすめのファッション本をご紹介させていただきました。この動画が少しでも楽しめましたら、高評価とぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。